間違えたかと思ってる。こんばんは。こんばんは。なんかもうちょっと早くに始めようと思ったのに1時間になっちゃった。配信時間もっとしようと思ってたのに無理だった。2時間ぐらいしたかったのにな。リップ塗ろう。危ない、戻すとこだった。なんだこれ。風富人さん18周年タワーかな。18周年タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。鏡、今日さお昼お弁当食べてさ、口の中噛んじゃってさ、内側2回ぐらい噛んじゃってさ、ご飯食べてる時に1回噛むとなんか何回か噛んじゃうんだよね。でさっきもさ帰ってきてさおにぎり食べてたの、そしたら同じとこ噛んじゃってさ、今日3回ぐらい噛んじゃって痛い同じとこ内側岩さっき昼に2回噛んでよ、同じとこで、さっきまた噛んだ。今日12月4日、ミトさん18周年タワーで、風富人さん18周年タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。ありがとう。明日お話し会何着よう、まだ着る服何にも決めてない。昨日の弁当出て お昼かな、 お昼にお昼ご飯だったから時間帯、お弁当の時間的にお昼って感じ。めっちゃ後ろがメイクさんにやってもらったからさ、公園だからめっちゃ後ろが綺麗、すごい。ちょっと羽が
兄貴は明日何にしよっかな。になっちゃう。いいよこれで。あー兄貴は明日兄貴明日の服全く決まってない。何着るか。見て半袖 T シャツ風邪ひくよ嫌だよ。明日話しながら着る明日の服を遅すぎでしょ。明日何着てくるじゃんやば明日何着てくるスーツ持ってないんだよね。ないです。スーツ何着よっか。可愛いパーカー。パーカーでもね着たことあるのばっかなんだよね。持ってるやつ多分全部着てるね。お話し会握手会でパーカー買ってないから最近。男子服精神的持ってるわけないでしょ。あとで考えよう。明日あったかいのか。何しよっかな。まあでも室内だからあんま関係ないからや。明日あったかいのね。何しよっか。大人っぽい。珍しく。あ、そうネットで買ったからね。1月一番早いので上旬とかだからまだですね。だから1月の最後のさお話し会があるじゃん。あれまでに届くかもよ。ちょっとまだわかんない。あ、最近すっぴんだったから。え、そんなだっけ。そんなすっぴんバカだったっけ。じゃあもう覚えてないけど
確かに書類もすっぴーん多めだから確かに。あ、グラコロ、確かにグラコロではね、明日じゃない日に行こうかな。あ、明日もありだけど、でもさ、食うとしたら夜ご飯じゃん。お昼はさ、お弁当食べるから夜じゃん。夜は行かなさそうだな。なんだろう、いつ行こう。今週までに行くとか言ってたけど、普通に無理だった。から来週、来週も行ける。あ、来週はありそう、時間、行ける時間。どんな服注文したの？可愛い服をいろいろ。可愛いの結構ね、この前頼んだんだよね。ここにあるんだけど、頼んだやつが6着 ?2 つのお店で6着頼んだ。楽しみ。でも1月上旬に届くのが5着予約して、1着はもうちょい先。届くかな、お話し会、1月のお話し会までに。一着だけちょい先だけど。6着多いよね。最近全然買ってなかったからさ、いっぱい買っちゃった。ただこの楽しみ、どれも可愛いんだよ。1月のお話し会2日間はその服が届いたら着る、届かなかったらもうなんか普通にあのある服の中から選ぶ。届くかちょっと微妙じゃない？微妙じゃない？だから。リップ変えてないよ。なんかあの前まではなんかねロマンとね使ってたけど、割と最近かな変えたの。いつからだっけ、なんかねいつかねリップを忘れた日があって、公演の時かな、その時に違うリップを買ったの。いつだっけ買ったの、9月とかそこら辺な気がする、ちょっと前。そっからあのこっちの方よく使ってる、ティントじゃないや。前はこれずっと使ってた。でもね、これも色可愛いんだよね。これもどっちも好き。こっちの方がちっちゃいから最近こっちよく使ってる。あのサイズが持ち運びやすい。ちょっとだけちっちゃいじゃん、ほらだから。でもどっちも色可愛い。たまーにこっちも使う。これがなくなったらこれ使う。開放部、グッティント。ティントです。ティント。グロスは別。グロスは1個しかない、これ。グロス。ちょっ
とね拭かなきゃ漏れてきちゃう。クロスが腹筋ケイトのクロス赤いリップにつけてるからさここのなんていうの塗るところがなんかちょっとピンクになっちゃった赤くなっちゃった青みっぽいやつグラス。パッケージかわいいんだよ。なんかよくわかんないけど、よくわかんないからだけど可愛くない？よくわかんないからじゃないでも。よくわかんないからだけど可愛い。何の柄かちょっとよくわかんないけど、明日朝早い、明日めっちゃ早い、明日お話し会一部からなんです。私一部からの人だから早いです朝朝早い。いや花柄じゃない、なんか海っぽい感じの、海っぽい感じだけど、なんかねこれ名前がね、なんかこのリップの名前になんかクラゲみたいなのが入ってた気がする。だからね海っぽい感じなんだけど、でもよくわかんないこれ。そして友人の結婚式前に、結婚式前に参加してくれるの忙しくない結婚式すごい、結婚式、そんな結婚式って何時ぐらいからあるもんなの、行ったことないから分かんないんだけど、結婚まだね、私の友達で結婚してる人はいないから行ったことないの。え、でもそろそろさあるのかな、友達の結婚式に行く日が来ることがあ、10時ぐらいからなんだ、あそっか、じゃあ行けるのか、あ12時から始まるの、確かに、じゃあさよならちょうどいいわね、20代とかだったらさ、なんかだんだん周りが結婚していくみたいな聞いたりするじゃん、結婚式なんか行くとか。あ、上に兄弟ね、いないんだよね、いないかな、親戚もね年近い人いるけど、同い年の親戚とかいるんだけどね、僕が同い年でもまだなさそうだから普通に大学生だから、もうちょい先かな なんか TikTok ライブ、あ確かにね、なんか Twitter で見た、 TikTok ライブしますみたいな告知見てないけど見てないけど普通に見れない時間帯がさ、あのコメントもかぶってたら見てないけど、ツイートだけ見たよ友達が結婚し始めたらラッシュになるの？そういうもんなの？結婚ラッシュ？でもさ、今年21じゃん？
もう血管ってどのぐらいで治るのかな、分かんないけど、あと数年後とかには友達結婚してんのかな結婚式か TikTok ライブはねしたことないよ。23くらいで1位ラッシュ、20代後半で2次ラッシュが来る詳しいな。23くらい2年後2年後くらいにラッシュ来る、1回来る。いや楽しみだな、誰が結婚するかな、私の友達。この前よく食べ放題行ってた子とご飯行ったんだけど、その時は全然食べ放題じゃなくって普通にご飯食べたんだけど、僕はまだ結婚しそうにはなかった思わず相手からみたいな感じだったそう、毎回会うたんびにね聞くんだけど、どうなのって聞くんだけど何かないのみたいなこう話を聞きに行くんだけど、まだみたい。そう言ってたのに急に来る。そういう話、うん、そう、人の聞くの楽しいじゃん。だからあったら絶対に聞く。楽しくない？人の聞くの。人の恋愛の話聞くの楽しいから、会うたんびに聞いてる。そんなしょっちゅう会わないから、働いてるからね、その友達も忙しいから、あんま会えないから会うたびに聞いてる。うん、な、人の話聞くの楽しくない最近こういう人がいてみたいな話とか聞くのめっちゃ楽しいそれでそれでって早く話してほしい一回話が止まってもでって言って聞く続きはって早く聞きたいからさっきの話の続きはって絶対に話させる最後までうん早く告白しないよ、何そのなんか青春みたいな、なんか学生でありそうな会話確かに学生の時はあったかもね、なんかあったかな、あったかな、聞いたことあるけど、なんか周りの子がその友達とはないかもな、その友達ね、あんまそういうなんか感じじゃなかったから、その違う友達と、中学校とか高校とか違う友達とそういう会話したかも、あんま覚えてないけどあったかも、そういうのよくあるじゃん、だってよくあるさ、こう友達がさ、この何組の誰々が好きみたいな聞いたら、教室の前通ったらさ、今通ったよみたいな報告するやつあった、そういうの懐かしい、今いるよみたいな、了解いるよみたいな、別にね話しかけに行くとかそういうのじゃないんだよね、見るだけそういうの友達に伝えても友達行くわけじゃないの、そう見るだけでも
そんなのってさ、学生のうちしかないからな。中高生ぐらいしか。もうないからな。今そんなの聞いたらいいなってなる。もう羨ましい。あったよね、そういうのね、青春。私が友達はまだ、いや私の友達ね、周りで結婚してる人いない。友達、友達の友達でとかはそのさ、友達伝いで聞いたりはするけど、なんか名前は知ってるぐらいのさ同級生とかいたりするじゃん。別にそんな友達とかじゃないけど。なんかこの子が結婚したらしいよみたいなは聞いたりするけど、あ友達、いや、あでも一人いるわ、結婚した人。そういえば忘れてた、いたわ。別に結婚式行ったとかじゃないけど、友達、うん、友達、同級生、友達、同級生。そんな会ってないから同級生ぐらい。小学校の時の同級生がそういえば結婚してた。そういえば、うん、すごーって思ってた。本当に小学校の時はね仲良かったけど、ちょっとね離れ離れになっちゃってね、そっから会わなくなったから、ね、場所が遠くなって、小学校が途中で離れ離れになって、転校で、だからそっから会ってはないんだけど。小学校の頃の友達。あそう、結婚してた。だからあいつに結婚式やったのかもわかんないけど、言ってもね、うん、いやその人ぐらいかな、他は分かんない。でも友達その食べ放題よく行く子がさ結婚して結婚式とかなったらすごいいいな、そういうのいいな。行きたい、そういうの、友達の結婚式感動しそうじゃない。前まで全然だったのにみたいな。着ていく服は確かに、あれどういうの着ていくの、なんかちょっと華やかなやつみたいな、そんな服持ってないんだけど。男の人はさスーツとかじゃん、女の人何着ていくの、ドレス。まあそういう時が来たらか。来たら、アディダスジャージ、それあれじゃん、もうその当日に来てし聞いて知った、あのね、当日に聞いてきた人じゃん。そんなジャージできたらやばすぎ。急いで来た人みたいなやつ。あレンタルドレスとかあるんだ、すごい。友達は誰が一番に結婚するかな、私の友達は。誰も今のところ気配があんまりないけど、誰が一番に。気配がないけど、私の友達今のとこ一人もあんま気配ないけど、誰がするだろう。気配消してるだけかも。ああそれなら気づかないわ。気配消すとかあんの、そういうの。あんのそれ。
妹が一番。あー、妹が一番。まあ確かに、まあなくはないよね。まあ確かに、そんなさ、妹とめっちゃさ10個とか離れてるわけじゃないからさ、なくはないよね。うん、一番近い妹は3つ離れてるの、その次が6個だから、まあなくはないけど。うん、あ、わかんないね。妹、そう、一番近い妹、私の次、2番目が、うん、18、なんか大変なしすぎね、いくら包むどこ行った？友達と決めてる、決めてないってか、そんな話したことない、結婚がみたいな。誰も気配がないから。したことないんだけど、そんなするもんなの？誰も結婚にそんな気配がないんだけど、そういう人ほど急に結婚するのかな、わかんないけど。もう結婚してたりして、私が知らないだけ、悲しすぎるよそんな。教えてよ。楽しみ。友達の結婚式いつか行くの楽しみ。いつかその日は来る。あ、かっこいいな。その言い方。いつかその日は来るか。私は結婚してないとそういう話言ってくるから、あー、そういうことね。そういう話じゃないってことはやっぱみんな、てかみんなっていうか、そもそもさ、その相手がまずいなさそうだから。そもそもね、結婚する前に。だからね、多分まだだ。友人代表のスピーチあるかな。スピーチあるかな、言えるかな。早いよ。鬼が彼女いるそぶりなんて全くなかったのに急に結婚するって連絡来た。え、兄弟だからじゃないそれは。いや、友達がそれだったらびっくりだよ。教えてよ、いるんだったら。ってなる。でもなんか、兄弟だからじゃない、わかんないけど、わかんないけどね、わかんないけど。友達に隠されてたら教えてよってなるけど。実は彼氏って結婚するんだよねって急に友達に言われたら。聞き返しちゃう絶対に。え、なんて言ったって。意外と隠す、そんな、そういうもんなの。だからみんなそういう話がないわけ、いないからないのかと思ってた。いるけど隠してるってこと。それこそ隠されてるのとか。じゃあ次後で聞いてみようか。本当にいないのって問い詰める。最低。隠してんのに。私が聞いてるから、あ、だから隠されてんの。でもそんな聞いてないの、最近ない、なんかないのぐらいで聞いてる。でもね、当時話してくれるのよ、いろいろ、なんか最近こういう人がいてみたいな。でもね、でも不思議なことにね、確かにその最近彼氏がいては聞いたことないわ。確かになんかね、その
前にちょっと前にいたんだよねは聞いたりするわ確かに隠されてんのかこれでもね、会った時にしかも話さない、会った時にいっぱい話すの。だからその会ってない期間はね全然話さないのお互いのことえ本当に仲いいんだよ、仲いいんだけど、めちゃくちゃ仲いいんだけど、なんか会った時にいっぱい話すの。だからなんかさ LINE とかでさ近況報告みたいな、最近こういうことあってみたいなは話さないのだからかなだからそう過去形で言われる何回かあるそれ。確かにその確かにそのさ今いてが聞いたことないわ今思えば。その食べ放題の友達、うん、なんか前にいてみたいなの聞いたことあるけど、なんかでもその現在進行形のやつも聞いたことあるよ。そのこういう感じの人がいてみたいな、いい人がいてみたいなの聞いたことある。でもそういう人なんていうの、あの人と付き合っててみたいな感じじゃないの。その前の段階でしか聞いたことないなんでだろうなLINE とかね話さないのよ全然なんでだろう。え本当多分ね会話さ履歴を見てみてもさ、多分こうそうそうご飯行かないみたいな、そういう会話しか多分ないなんでだろうね、LINE で話す感じじゃないの。え、でもねお互いにねそんなになんか LINE でめっちゃ話したいって人じゃない。だからだからかな、会った時に話せばいいかってなるから別に会った時でいいかってなってこうなるんだろうねきっと私もそうだね、あの話さないLINE で別に、えこういうことがあってさみたいなの送ったことない友達に会った時に全部話す。だからその貯めてたやつうんね、お互いにすごいあの会話の内容めっちゃあっさりしてるそう本当にそれ決めた時もそう、相談してないね別に、うん、決まった後に言ったするんだよねってこの日あるけど来れるみたいなあの友達普通に仕事だった仕事なんだよねって言われて無理だったグランツさん、グランツとマーク、許可タムズさん、18周年とはありがとうございます、ありがとう、いつでます、いつメモ、そう来れないのよ。だから友達卒業公演聞いたけど一応無理だった忙しいみたい。あ、ちょっと待って書き間違えてた。
28。18周年のギフト出てるの知らなかった。去年もあったか。グランツさん18周年タワーありがとうございます。ありがとう、ありがとうございます。ありがとうね、ありがとう、ありがとうございます。18周年タワーありがとう。シュークリーム、あ、シュークリーム差し入れの食べてない。シュークリームじゃなくてね、スイートポテト、スイートポテト食べた。めっちゃ美味しかった。スイートポテトとこのジュースを帰ってから開けた。デカビタデカビタ。ひきよさん、待機してる時さ、公演始まるまでそこの時間、その時もあの自販機で缶のさデカビタ買って飲んでた。いつも飲んでるやつ。プシュって、おいしい。これは自販機じゃなくって普通にスーパーで買いました。だからペットボトル。おいしい、おいしいよね、デカビタ。いいよ。劇場でかちゃんかな。え、劇場売ってんのこれ、ペットボトル。劇場じゃない、普通にスーパーで。全然今日じゃない買ったの今日じゃない、今度飲もうと思って買っといたやつさっき帰ってきてあげた。今日缶のやつも飲んだけど、缶のやつもデカビタだよね。いつも飲んでるやつ。私がたまにレッスンの時とかにあれ買ったから、デカビタの缶。あんまになんか待機時間になんかジュース飲みたいなと思ってデカビタ買った。美味しいよね、わかる。オレナミンCとかも好きだよ。リアルゴールドもどっちも好き。なんかそういう味のやつが好き。そういうエナジードリンク系の味。モエナもレッドブルも好きだよ。全部好き、そういう系の味全部好き。ゾーンも好き。エナジードリンクの味全部好き全部同じ味に感じる。はモンスターとかとはさすがに違うよ。あのデカビタでもね、オロナミン C、 デカビタ、リアルゴールド、ライフガード、そこら辺のめっちゃ味に似てない。あんまわかんないあんまわかんない。並び比べたらわかるかもだけどさ、全部を買って一個一個。並
飲んでみたら分かるかもだけど、そうやって飲み比べたらそこまでしないとあんま分かんない。うん。だからその時にあるやつを買う。ドクターペッパーはね、飲んだことないから分かんない味。ペッパーないね。モンスターとかもさ、いろんな味あるじゃん。でも一番普通の味が好き。普通の味、なんかモンスターだけがいろんな味あるの。なんかいろんなやつあるよね、缶の色でいろいろ。てかさ、あのあれだ、パソコンつけてないからさ、部屋寒いわ。部屋18度。どうした？暖房つける。暖房暖房、寒い寒い。暖房。寒い。なんかあれだなと思ってたら、暖房をつけるの忘れてた。ピシは入れない。そう、裸足。部屋の中は裸足がいいから裸足です。今部屋18度だよ。寒い。この後ゲーム、え、この後ゲームしない。明日朝早いんだって。明日朝早いんだって。一部だからめっちゃ朝早いんだって。今日早く寝ないと、もう今の時点で無理なんだけど、できるだけ早く寝る。明日早いんだって。もう寝るだけじゃないよ、全然。さっき帰ってきて何にもやってない。お風呂入ってメイク落としてってしなきゃ寝れないです。ジムって9時半からだから、9時に起きれば全然間に合う。それはファンの人だけね。9時に起きて30分でメイクと準備と移動、終わんない。どこでもドアあっても無理、間に合わない。瞬間移動できないから無理です。もうなんかそのお話し会の会場に住んでないと無理、泊まってないと。30分前。いや、もうメイク間に合わないから、そのすっぴんで。それでだったらいけるかもだけど、あの泊まって、お話し会の会場に泊まって、もう寝起きでそのまんまだったら9時でもいいかも。もう寝起きでそのまま始める。お話し会それだったら大丈夫か。じゃないと無理、間に合わないよ。うん、まだ明日着る服も決まってない。何着ようかな。この後決める。でもね、ちょっと決まってる。どうしようかなって悩んでるけど、まだ。もう全部あの11月、先月の握手会だけあの夜の部で、もうそれ以外は全部一部からだからさ。今月のお話し会も握手会も全部一部からだし、最後の1月のやつも一部から、1月の最後のやつも1、2、3部か、あのお話し会だから全部朝早い。一部です。明日も明後日も23も24も
6時かその6時間も一部から。でもね、お話し会はね、あれじゃん、みんなさ起きてすぐ参加できるじゃん。だからさ、あれだけどさ、握手会ね、そういるからね、寝坊してきましたって2部に来る2部に来る面白いとか、一部の終わるギリギリに急いできたなって感じで来るよかったって言って、ギリギリ間に合ってよかったって言ってる、いつはファンの方が危なかったって大変だよね。握手会の方が30分早いからね、9時スタートだから、握手会なのにそっちの方が30分遅い方が良さそうなのに。お話し会はね、そう大丈夫、お話し会はだってもうあれじゃん、その移動の時間がないからさ、みんな割とあれ、そんななんか寝坊しちゃったみたいな思いないけど握手会はね、そう結構いる、結構いた、この間の時面白かった。私も寝坊しましたって2部からスタートする、あ、合わせに行くってこと、ファンの人に私も絶対やんないけどちゃんと起きるからギリギリだった、危ないうん、今日お昼暑、今日お昼暑かった、お昼、でも確かにそんな寒くはなかった今日。朝ではあんまり眠そうじゃない気がする。もう本当に寝起き以外はね結構大丈夫。本当に寝起き以外は、うん、大丈夫。でも早起きした日の。お昼過ぎからやばい、めっちゃ眠くない、めっちゃ早起きの日ってさ、お昼過ぎめっちゃ眠くない、わかる、なんか夕方とかお昼過ぎ、もうあそこら辺がやばい、ピークそこでピークが来る、うん、これ無理だってなる、寝ないとってなるそう、でっかい寝るね、そうご飯食べたら眠くなっちゃうからさ、そうピークが来るんじゃないですかね、起きた時は大丈夫なのよ全然、もう朝早くってもうさ、寝起きはちょっと眠いけど、なんか準備してたらさ目覚めるじゃん、でそこら辺はめっちゃ目覚めてるのよ、だから朝とかはお昼過ぎからだよねあ、55分ありがとう。なのできっと明日お昼過ぎからめっちゃ眠いじゃあ13位からランキング読ます。13位ムムさん、ありがとうございます。12位ポップ、今日かたむ大好きだよさん、ありがとうございます。11位ユジャットマーク、よかわいいねさん、ありがとうございます
10位バトニーさんありがとうございます。9位ヤサトマーク、許可タムズさんありがとうございます。8位トシノリさんありがとうございます。7位ペグアットマーク、キョウカちゃん僕の太陽さんありがとうございます。6位ニャンコさんありがとうございます。5位ニャンホソさんありがとうございます。4位フロマンさんありがとうございます。3位ラボーナさんありがとうございます。2位風とみとさんありがとうございます。そして1位がグランツアットマーク、許可タムズさんありがとうございます。ありがとう、ありがとうございました。ありがとうね、ありがとう、いいよ、ありがとうございました。ありがとう。明日の配信は、明日は朝は 100% 時間ないから無理でしょ。いや起きてるんだけど、絶対5時には準備しなきゃだから、絶対に起きてるんだけど、あの準備があるから無理だから、帰ってきたら配信する。何時にしようかな。明後日も朝早いから早めに終わった方が絶対にいいから。でも長めにしたいからさ、今日そんなしなかったから、そうね、6時とか7時には始めれるかな。18時19時で早めに終わって早く寝よう明日は。18時19時にはできないかな、多分そのぐらいに思って長めにしようかな。お時間に寝てそう。いやね、帰ってくるじゃん。で帰ってきて、明日だってお昼に終わるでしょ。だから帰ってきてお昼寝してちょうどいいんじゃない。18時19時。ちょうどよくないか。ちょうどいいんじゃない。お昼寝込みの時間だよそれ。うん、18時19時にはできない、いけるんじゃない。あ、だってお昼に終わるでしょ。だって1時間寝るとしてもさ、18時に始めたかったらさ、17時までに帰ってくればいいわけじゃん。大丈夫でしょ、帰ってくれる、いけるいける、お昼寝込みで18時19時大丈夫。多分そのぐらいにすると思う。もうそれか、全部さ、もうお風呂とかも入っちゃって全部準備終わらせた状態で配信始めるか、そしたらもう一応遅めの時間にするか。でも18時か19時にやりたいな。あさっても早いからね。うわ、あとで今から服考えなきゃ、明日着る服何着よう、着ようかなって思ってる服はあるけど、じゃあどうしようか考える。今から本当に着るか。それにするか、だからちょっと決まってんの。でもちゃんとは決まってないじゃん、今から考える。え、とにかく、え、これもう今日着ちゃったんだもん、だって着えないだからした。やばい、そうそう着えちゃう、じゃあそうそう着えちゃうんで、また明日の配信で。ありがとうございました、またね、おやすみなさーい。また明日。バイバーイ。ありがとうございました。またねー。バイバーイ。